はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。日本版の皆様よりお先にね、台湾版で和達見つかってラウドな究極やらせていただきます。これはね、かなり期待してます。何期待してるかと言いますと、3つありますね。1つ目、まあもちろんね、アビリティ超重力バリア持ちのアンチワープなんで、加速がいなくても加速する。これはね、かなりでかいと思う。で、2つ目、バリア付与ですね。バリア付与がセンサーレーザーを防ぐプラス、テータバッターのね、速度ダウンとめんどくさい攻撃を防ぎます。まあ、単純にね、ラウドラのホーミングも結構痛いんで、あれ防いでくれるだけでも結構でかいんだけどね。で、3つ目、貫通変化のストライクショットです。ストライクショットの内容としては、クラマ、幽遊白書か、幽遊白書のクラマのストライクショットと同じで、あ、嘘、危ね。触れた敵にね、画面の横から、海竜が現れて、その海竜が攻撃をしてくれるというストライクショットになります。絶対強いでしょ。OKOK。ちなみにただ、エビルインライトの処理は早めで。なぜかと言いますと、私は弁財天も積んでるんですが、神が二人いるんで、火ダメやばいです。エビルの、トライパルスの。いや、雑に行った。もう完全に無意味だね。ダメージもらいに行っただけだった。よっ。ハートパネルを沸かせないとちょっと厳しいね。でも言ってる場合じゃなくて残り2ターンなんだよね。暴れるか。次パンドラなんだよね。ここで倒さないとむしろ厳しい。いやー、マジで。いて。まあ、しょうがない。とりあえず1体フェンリー倒します。なるだけぐだりたくなかったんだけどな。センサーレーザー壊さないとめんどくさいんだよね、後々が。よっ。さあ、これで好きに暴れられるね。ただ、ずれちゃってんだよね。日本版だと弁財天2体積んでるんで、こういう場面でもね、弁財を加速させて倒すことが容易にできるんですけど、おお、ナイス、ギリギリ。まあ、よかったよかった。はい、突破で。で、テーダバッタステージ。ここでね、バリア付与がうまい具合に決まれば、どっちかって雑魚処理したいんだけどね。いや、バリア付与してっか。弁財にバリア付与。これで弁財は速ダウンしないと。まあ、別にね、日本版で、こう、紋章力がそこそこあって、速度ダウンをつけてやれば、正直意味ないんですよ。もう速度ダウンもね、そこそこ紋章力必要なんで、私はね、台湾版だと全然つけれないんで、そういう人のためにもね、バリア付与は効果的だと思います。よっ。いや、上行っちゃった。別に上に行く予定はなかったんだけどな。いや、ミスったー。ミスったねー。次、即死だよね。友情クリティカルじゃ無理だしな。決めるしかないか。おお、ナイスナイス。さあ、あとは耐えてくれ。耐えた。あっぶねー。
怖え。いや、危なかった。実際も危なかったわ。というわけで突破です。さあ、ここはね、弁財積んでれば楽勝です。全然立て勘でいきます。さあ、そしたらこっからだよね。センサーレーザー破壊していくかどうかってところですね。最悪、綿摘みの壊そうだけど、先にやっとくか。やっといてあげれば、綿摘みで叩けるしね。いやー、壊せなかった。壊せなかった、2。まあ、いいか。うん。パンドラも叩きます。パンドラの素晴らしいところは本当に超、ドレイン持ちなんで、回復もしてくれるんですよね。これでかい。殴るか。このまま無視していきます。はい、無理くり突破で。初めてね、センサー無視していった。まあ、本当は焦点狙ったんですけどね。ミスったんで。まあ、よしとしましょう。さあ、やっとボスですね。ボスが、狙えないかな。厳しいか。ずらすな、ずらすな。あー、行き過ぎ。行き過ぎたー。行き過ぎました。はい、ここのね、下3体の処理がめちゃめちゃ難しいんで。うっそ、それた。もう一回、もう一回。もう一回叩こう。もう一回叩こうよー。あ、でも、松陰、結構いい位置いったな。センサーは誰でも壊せるけど。この三体処理がね、まあめんどくさいね、これ、ほんとに。オッケーオッケー。さあ、そしたら、どんどん進んでいこう。さあ、じゃあ、綿摘み打ってみるかな。確かにね、24ターンストライクショットだったら、もう一回ぐらいは溜まると思うんで、ザクッとザコ処理してもらいましょう。まあ、パンドラで下いけるから上だね。上に軽く絡ましてあげて。いや、そんなことしなくていいか。海竜が来るから、海竜1体で4ヒットぐらいするんで、1フレでもほぼ解けるよね。さあ、打ってみよう。さあ、どうだ。え？マジで？あ、そういうストライクショット。マジか。マジか。思ってたんとだいぶ違った。ストライクショットの内容が。てっきり、複数ヒット稼げて、一瞬で全部解けるっていう、甘っちょろい考えだったんで。マジか、あくまでバリア割った後じゃなきゃダメージ入んないんだ。そう、てっきり、読みとかのメテオが、ワンヒット分になるんで、稼げるのかと思ってました、ダメージを。そうなの？稼げないの？そう。ああ、そう。どうしよう。予定が狂いまくったんだけど。センサー壊す。いや、ちょっと待って。かなり予定外なんだが。届かないよね。
そうなの。ああ、もうダメだ。そうなんだ。惜しい。いやー、もうこれある意味勉強になりました。負けましたけど。はい、ラウトラで、ワタツミのストライクショットは、そこまで効果がありません。あくまでバリア壊した後しかダメージは入りません。悲しい発見でしたけど、発見しましたね。マジか。いけると思ったのに。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よかったら参考にしてください。ワタツミ使うときはストライクショットはね、あくまでバリアを割った後の効果です。バイバイ。